吉田太郎です。太郎チャンネルです。太郎さん、ああ、これなんか見覚えあるセットが置いてありますけど、これはついにやるんですか？これ、いや、やろうかなと思って持ってきました、セット。マジっすか？うん、どう？いや、ちょっと引きで取っちゃおうかな、ドラムセット。いいんじゃないですか、これ。どうっすか、ついに。でかいよね、このセット。やっぱりついにやってしまいますか。うん、ハルフィーをやります。ちなみに今日は何の曲をやるんですか？まずはですね、まずはですよ、まずはね、星空のディスタンスをやろうかなと。これは思ってます。皆さんお待ちかねの曲じゃないですか？そうなんすかね。いや、もうさ、本当にさ、もう多分今までの人生で一番いっぱい叩いた曲だと思うね。もう毎年ね、ツアーでたくさん叩いた。そうですね、ディスタンスが入ってないことって、まあ、どうのことがない限りないですからね。まあたくさん叩いた曲ですよ、これは。本当に叩きたかったです。だからもう一日も早く叩きたいということで、今日はお届けしようかなと。これは楽しみですよ、皆さん。ねえ、まあ、この曲ね、1984年の無邪気な関係っていうドラマの主題歌だったらしいんですけど。ああ、そうなんですね。それはちょっと僕も知りませんでした。はい、まあ、僕ね、ちなみにね、小学校5年生です。11歳でした。84年ですか？84年。11歳で小学校5年生で、実際この曲耳コピして叩いてました。あ、もうその時にディスタンスを叩いてたんですね。叩いてましたね。あ、これは運命、運命ですね。あ、ほ、そうだね、そう考えたらね、当時のそのね、日本の音楽の中でやっぱりすごいドラムがこうコピーしがいのある曲っていうか、まあまあ子供だったんでまだコピーどうのって分かんなかったですけど、 とにかく叩いてみたいっていうのが昔からあって、子供の時にもメインコピーして叩いてました。なるほど。はい、いや、まあ今日はね、それを、その思いを爆発させようかなと。楽しみにしてますよ、太郎さん。ねえ、いい、言っちゃっても。やめますか？なんでやねん。おかしいだろ。やりますよ。叩かせろや。やりますか。わかりました。じゃあもう思う存分叩いてください。はい、じゃあいくよ。はい。叩きまーす。ベイビーカムバック。激しい風が今
はいどうも、今日はですね天気もすごい良くて海日和釣り日和なんですけど今日はですねシンバルをですね買いに来てます。はい、共立コーポレーションに今から行ってですね特選シンバルというのをですね買おうとしてるんですね今ね。特選シンバル、特別に選ばれたですね優れた一品らしいですよ。まあ僕もですねまだ見てないんでねどうなんとも言えないんですけどね。まあお金をですね払ってもらうプレゼントみたいな感じですかねでもすごい楽しみなんですよ本当にね。あの世界に一枚の貴重なねシンバルに今から出会えるんじゃないかと思ってワクワクしてますよ。はい、じゃあですねその共立コーポレーションさんに今から行ってみたいと思いますよ。レッツゴー。共立コーポレーションにやってきました、いつもお世話になってます前澤二郎さんです。いつもお世話になってます。いやこちらこそありがとうございます。本当にいつもねシンバルと、はい、ヘッドスティックこの3つをですね、はい、僕はいつも共立コーポレーションさんの方にお世話になってるんですよね。そうですね、はい、マイネルシンバルとエヴァンスのドラムヘッドからプロマークのスティックですね。そうですね、今日はシンバルをねまた太郎さんにそうなんですよ、ね、新しく追加していただくということで、はい、またこの後チェックしていただいたりとか。そうですね、はい、ちょっとチェックして宝物をですね、持って帰りたいなと思ってますよ今日は。はい、はい、それではですねこのさっき言った特選シンバルをですね今から開けていきたいなと思うわけですよ。はい、立派な箱に入ってますけどねそうなんです、ね、通常ですとね、はい、ああいう形でねビニールバッグに、ビニールバッグにっていうのが多いですもんね。そ う,、はい、そうですね、それがこんなに立派な箱に入って送られてくると、はい、位置づけとしてはですねこれファイザンスのファンダリーリザーブっていう一番そのハイエンドなシンバルなんですけども、ファイザンスシンバルっていうのはマイネルシンバルの中でもフラッグシップモデルで、はい、まあ、一番まあ何て言うんですかね高い高級なシンバルなんですけど、それよりもさらにまあハイエンドなものというので、うん、こういうねゴージャスな箱に入ってるんですけども、ぜひ一緒に開封していきたいなと。いやもうだってねこれはね開けて手に取ったところからもう僕がオーナーになる。そうなんです、もう出会いシンバル、ね、本当に出会いだ ね、なんかワクワクしますねこれね、はい、なかなかないですからねこういうことそうですねじゃあぜひぜひちょっと開けてください。はい、ずっとこういきます。こっち向けてこういくんですよ、なるほどなるほど、はい、こうなってこれなかなか箱も立派な硬い箱ですね。これでまだね、はい、中身は出てきません。ああもう一皮むきの、はいはいはい、なんでこうなります。あーまたさらにここにねこっからですねここはファンダリーリザーブ、あー、ここにねファンダリーリザーブ書いてあります、はい、でまずこういくわけですよ。うわーお、なんですかこれは。これはですねスティックとそれからファンダリーリザーブのそのロゴが入った指紋ついちゃうんです。その扱う上のグローブとコットングローブと、あとそれがついてる。そうなんです。あとはまあ証明書といいますか、はあ、マイネルさん社長さんのサインとそれからそれぞれにシリアル番号とウェイトっていうのがですね、まあ、こういう証明書としてはセットについてると。なるほど、はい、あとマイネルのスティックもワンペア、うーんギフトスティックがついてる。そうなんです、ギフトですね。これすごいな、はい、ついてる。でシンバルいつ出てくるんだと、ね、いうことなんですね。あでもなんかもう見え始めましたね、ちょっと、はい、でこう来まして、はあはあはあ、やっとこう出てくるというね。素晴らしい、はい、うわ綺麗。あらアパレルのねタグのようなものがついて、いやいやさすがですね、はい、特選シンバルは違いますね。へえ、これはねちょっと太郎さんも今日は聞いていただいて。なるほど、ね、はい、もうこれはね僕がこれを今こう受け取ったところから太郎さんがオーナーになると。はいファンダリリザーブのオーナーになりました。突きましたこれからね長い時間かけてまたこの相棒をですね
育てていきたい。そうですね、あの本当に育っていくシンバルなの で、ね、そうなんですよね、あの音がどんどん、はい、いや楽しみですね。そうですね、ぜひね、タオさん色のシンバルにしてやっていってほしいなと。あ、いいこと言いますね。ぜひ大事に使いたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まあいただけるわけじゃないですあの僕調べたんですけど、太郎さんとの出会いがですね、ちょうどそのエヴァンスプロマックを代理店始めた2013年の9月からだった。2013年、おお、ね、えらいこと。そうですか、もうそんな経ってます。そんな経ってます結構あっという間ですね。あっという間ですね。そんな経った気しないですね。それからのお付き合いでありがとうございます。いやありがとうございます。いつもこちらこそね、はい、素敵なあの楽器に本当に出会えて、あのもう感謝しております。光栄です。本当に。で、強力コーポレーションの、はい、まあ、紹介をですね、ちょっと簡単にしていただきたいなと。はい、はいはい、私どもその強力コーポレーションは1979年にケースメーカーの、うん、まあ、ケース製造を販売っていうとこからスタートしてですね。ケースメーカーだったんですか。そうだったんです、もともと最初はですね。でそこからスタートして、そのいろんな商品を卸業として、楽器の専門商社として我々あの活動させていただいているんで、うん、その中でいろんな商品を、まあ、充実させていく中で、今あの各国にある素晴らしいブランドをどんどん代理店として取得させていただいてですね、うん、で、今、まあ、の自社ブランドも含めて大体48とか48、はい、ブランドなんですけど、その中に太郎さん使っていただいているマインドレスとか、うんうんうん、プロマックエヴァンスなんていうのもありましてですね、はい、まあ、輸入代理店ということなんですね。そうですね。あとはあの同じくその自社ブランド の、 その、まあ、ケースも作ってますし、あ、そうですよね、あと楽器 も、 ね、はい、楽器も作って販売しておりますね、うんうんうん、そうなんですね、はい、疑問に思われてる方もいるかなと思うんですけど、はい、なぜ僕がそのここに来てシンバルを買ったりするかの、はい、わけをですね、あ、そうですね、話しとこうかなと思ったんですけど、はい、なかなか普段ね一般の方がいらっしゃるってことはないですね。そうなんですよね、はい、あの基本的に大体シンバルって楽器屋さん行ってやっぱこう選んで買うっていうね、はいはい、流れがあるんですけど、まあ、ここで僕はいつもねシンバル、はい、選んでか、まあ、選んであの買ってることになるんですけど、はいはい、それはあのあれですよね、そのマイネルと契約を結んでるからっていう。そうですね、あのエンドスメントの契約を太郎さんと、はい、弊社の方で交わさせていただいてて、うんうんうん、であの、まあ、いわばブランドのプロモーションをしていただくというその契約に なっているプロモーションですね。ので、まあそのテレビだったり、そうですね、ライブでそれを使うことによってのプロモーションってことですね。ね、動画もそうですけど、あ、そうですね、こういうところでいろいろお話しいただくっていうところも、はい、ブランドを、まあ、あの反則をいただくっていう、その協力をいただくっていう部分であの来ていただいて、はい、まあ、あのプロダクトも買っていただくと、うん、いただけるというような感じですね。そういうことでここに僕はいつもいる、はい、ね、いつもいらしていただいて、そういうことですよね、はい、はあ、それですごくすっきりしたんじゃないかなと。だから、ね、僕もね実はね、あの普段そのオフィスビルに来ることってやっぱないんで、そうですよね、あの会社勤めをしたことないので、はいはい、もうだからね実は毎回ちょっと緊張するんですよやっぱり。あ、そうですか。エレベーターで上がってくるとね、ここは空いた時になんかどうも間違いなところに来ちゃったなって感じが、ちょっとね、こういう感じで言いますからね、こういう感じでね、いやいや、もうでもそれはね、もう皆さんお仕事されてるんであれですけど、いやいや、もうね今日もちょっとなんかずらりといろいろ並べていただいたんですけど、はい、なんかこれ面白いですね。これは何ですか。これはあの今日ちょうどですね営業のスタッフのみんなにあの紹介したところだったんですけど、ソニックエナジーっていうですね、あのまあ今ねちょっと状況もあっていろいろこうストレスとか、うん、まあ、ちょあの心が ね、 気持ちいいね、なかなかね、うん、っていうところを、まあ、癒すというか、体のボディバランスを整えるっていうそのヒーリング系のツールがですね、マイネルには実はございまして、ヒーリング、そうなんです、シンバルパーカッションだけじゃないんですよ、こういうふうにいろんな幅広いプロダクトを、いや面白いですね、はい、どんな音かっていうのはね、せっかくなんでね、ちょっと音を聞いてみたいですね、ぜひお聞かせしましょうか、まあ、これ硬いもので叩くと高音が出て、マレットで叩くとまた低音が出るんですけど、もうこうねありがたい感じになる。そうですね。でもすごい綺麗で、はい、いや本当に、あ、っていう音が鳴ったり、あと閉じると景色が見えてきません、ね、なんかいろいろね、チベットのね、とかいろんな自然なこう感じが見えてきますけど、はい、あとマレット叩くと柔らかいね、ああ。
やこれカメラを通して音がどれだけ伝わってるか分かんないですけど、すごいここがものすごい清らかな感じになってますね。あとね、こういう使い方もあるんですよ。おおおおおわわわわわ、おおすごい。え、ちょっとこれ誰でもできるもんなんですか。あ、ちょっとコツがいるんですけど、シンバルでもこうハーモニクス出したりするじゃないですか。ああ、ああいう原理、あれと、はい、同じような。ちょっと 俺にそのトライしてみます。あ、いけますいけます。さすがさすが、ちょっと押さえつけるような感じで。ああ、でも止まっちゃった。そうなんです。ああ結構難しい。そういやでもすごい、へえ、ね、まあこれを聞くとそのすごい心が安らかになったりとか、メディテーションに、まあ良いというね。なるほど、こういうものがもあったり出るんですね。そうなんです、出たんですね。もうね、そうですね、もうずっと販売してるんですけど、実際に、ね、はい、楽器店さんにご紹介するのはこれからっていう。あ、いや面白いです。これはなかなか珍しい。そうなんです、はい、なかなか普段こう触れられないものです。そうですね、はい、ぜひちょっと、演奏してる人が一番気持ちくんだ。あ、確かにね、はい、人を寝かせてお腹に置いて流したりとかもするんですけど、はい、やってる本人が一番気持ちくん、まあ、ヒーリングですね、本当にね。いや素晴らしいですね、そういうものもね、あるんですね。はい、皆さんもぜひいかがでしょうか。ぜひそのエナジー試してみてください。いや、ありがとうございます。いろいろ紹介していただいて、はいはい、もうこれからもね、またお世話になりますんで、ぜひよろしくお願いします。こちらこそお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。前澤二郎さんでした。ありがとうございます。吉田太郎さんでした。